こんにちは、吉田さん。そうですね、お金の悩みって結構皆さん持ってらっしゃいますよね。私も速稼塾の中でね、4つにカテゴリーを分けて、ビジネスをするんだったらこの4つのうちのどれかを攻めろというふうにね、教えてるわけなんですよね。1つ目がやっぱりお金の問題です。お金で悩んでいる人っていうのは2種類の悩みがあります。お金によって苦しめられてる人、これはね、多いですよね。で、あとお金をどのように活用してより快適な暮らしを手に入れるかっていうことに悩んでる方もいらっしゃるんで、お金に対する悩みっていうのは苦痛から逃れたいっていう悩みとですね、さらに快楽を得たいっていうこの2種類の悩みがあるんですよね。で、次なんですけども、今度は健康ってものがありますよね。これはね、健康状態を保ちたいっていうふうな、ポジティブな悩みもあります。筋肉をつけたりとかね、運動をたくさんして老化を抑えたりとかアンチエイジングしたりみたいなのもありますし、実際に健康を壊してるから健康を取り戻したいっていう風なね、マイナスからプラスに転換したいっていう悩みもあります。ということで、健康っていうのもやっぱプラスとマイナスがあるわけなんですよね。そして恋愛ってものも当然ありますよね。これは人間関係っていう風に置き換えてもいいんですけども、とにかく人は恋愛に悩んでます。やっぱり誰かに好かれたいとか、誰かを愛しているとかね、こういう気持ちってなくならないんですよ。誰かに嫌われたくないっていうのもあると思いますし、好きな女の子に出会いたいとかね、かっこいい男性にやっぱり守られたい、こういうのもあると思うんですよ。で、こういうふうな悩みの解決の情報発信というのも当然ですけども、お金に変わってくるよってことです。で、4つ目が仕事ですよね。仕事がなかなか見つからないとか、転職に悩んでいるとか、仕事で、新入社員を抱えたとか、取引先とどういう関係を保っていけばいいだろうかとかね、部長なんだけども取締役になりたい、そういう時はどうすればいいんだろうかってね、こういうのもありますよね。仕事、お金、恋愛、それから健康、この4つのカテゴリーに分けて、しかもそれぞれがマイナスからプラスに行くのか、プラスをさらにもっともっと高めていくのかってところで、合計で8つのね、カテゴリーに分けられるわけなんですよ。その中で自分の一番得意とするものとか、一番興味のあるものをずーっと凡事で突っ込んでいきましょうっていう話をね、速稼塾の方ではしております。最近はね、ガチンコマッチョクラブっていうのが流行ってましてね、このミスター M さんっていう体重100キロを超えた中年のデブがですね、自分でデブって言ってるんですけども、マッチョになれるのかどうかっていうのをトライしてるわけなんですよ。で、今150話ぐらい毎日筋トレの動画ダーッと上げていった時に、ガチンコマッチクラブ第1期生っていうのが10人ぐらいのメンバーでスタートしたわけですよね。このオリジナルのコミュニティができたわけなんですよ。つい先日、チャンネル登録100人を越したばっかりなのに、もうこうやってね、自分のコミュニティができて、きちんとビジネスできているって形なんですよね。やっぱり何か一つにフォーカスしていくことってすごく大切だなと思いますし、自分の味を出し続けていく、しかもそれはね、意識して演出するものではなくて、真面目にコツコツやってることなんですよね。で、真面目にコツコツとやっていて、100話とか200話で結果が出る人もいれば、1000話、2000話で結果が出る人がいると。で、どこまで行けばいいのか、それはね、わからないわけなんですよね。ところで今、吉田さん、3700人のチャンネル登録の方がいらっしゃいますね。着実に増えてますよね。ついこの前まで3300人ぐらいだったと思うんですけども、私の場合は11400人になって、ちょっとね、足踏み状態でございます。1ヶ月で1000人ぐらい増えた時も、今年に入ってあったんですけども、今のところね、ちょっと釣り合ってる状態かなと思いますよね。私の場合はチャンネル登録を増やそうとしているというよりも、どちらかというと減らそうとしているのかもしれませんし、再生数をね、ゼロに向かわしているのかもしれませんよね。というのが、私の場合はビジネスをしてないっていう前建前はあるんですけども、どちらかというとですね、ペルソナっていうか、万人受けする内容の、薄いものよりも濃くて少ないものっていうのを目指してるんですよね。で、世の中から私の存在とか私の動画が必要なくなったのが、ベストの形かなと思います。私がね、その稼ぎのネタとかをお話しなければならないってことは、やっぱりお金に悩んでる方とか稼ぎに悩んでる方が多いのかなと思いますし、私の場合はアフィリエイトをはじめ転売、そして SNS マーケティングとかコピーライティングとかね、当然ですけども、そういうデザインスキルもありますけども、プログラミングもあったりとかするんですけども、FX もやってたりとかね、ジャンルが広いわけなんですよね。だから、いわゆるパソコンでやる作業で私がフォローできないものは今のところないんじゃないかなっていうぐらい、全てのコンテンツを網羅してきたわけなんですけども、それでもね、同時に全部をやるとやっぱ薄まっていきますよね。だから私の速稼塾っていうのはもう一番最初が一番濃かったと思います。なぜなら自己アフィリエイトしかなかったというね。ですんでね、アイテムが増えればいいってもんではないんですよ。やっぱりそこには自分に残されたもので勝負するっていうのがね、
切り札だけで勝負するっていう形があっていいんじゃないかなと思います。そういう意味で言うと、私はね、今ね、一番強いのは何かなっていうのが なんかなくなってるんですよね。まあ YouTube が一番かなと思いますよね。どんなビジネスするにしても YouTube は絶対絡ましていくんで、まあですからやっぱりここでね、まとめさせていただくと、やっぱり YouTube をやればいいのかなと思います。で、YouTube でいろんなあのジャンルを扱っているけども、YouTube はずっとやってるみたいなね。こういった形で、ビジネス進めていけばいいんじゃないですかね。そして吉谷さんもね、どんな動画でも売る技術ってありますけども、私も同じで、このたくさん作った動画を通じてしか物を売ってないんですよね。うん、そう考えると、この今の割合でね、例えば今動画の、一般公開が8000本近くあるんですけども、この8000本で例えば3億円稼いだとしたら、例えば8000本で3億稼いだとしたらですね、次の8000本稼いだらまた3億みたいなのかなと思いますけども、まあ同じことを繰り返してたらね、それはさすがに同じ金額にいかないと思いますんで、これからもどんどんバージョンアップしていこうかなというふうな感じですかね。それでは以上で。